はい、こちらは北野天満宮です。北野天満宮でしたら梅が有名なので、そちら梅の提灯があります。那这里的话呢是北野天满宫，北野天满宫的话呢就是学问之神，然后梅花有名，所以还有梅花的灯笼。はい、北野天満宮でしたら学問の神様ですね。受験生はみんなここで試験合格を参拝しに来るので、はい、よいしょ。あ、なんかいっぱい咲いてる。これ何？梅？これ梅かな。松葉木、なんかいっぱい咲いてる。これな、这里的话呢目前这个应该是梅花吧。これ梅ですよね。桜じゃないかな。那目前的话呢就是梅花开的很漂亮，蛮开的。梅がいっぱい咲いてる。あ、綺麗。書いてない。あ、これ梅や、梅。全部梅です。那目前的话就是梅花是满开的状态。现在梅花开得很漂亮。綺麗。梅が綺麗ね。これ桜じゃないでしょ。で、今薄いピンクのが桜です。で、赤いのが梅ですね。ここの桜もいっぱい咲いてるんや。綺麗です。すごいな、北の天満宮のお花は結構咲いてる。那北野天满宫的话，现在三月中旬左右，其实梅花跟一些比较早开的樱花都已经开得很漂亮了。こんな感じです。ここが本殿。那这里的话呢是本殿，就是可以参拜的地方。那现在的话呢，那边在做整修，这边的话是可以买一些玉手跟那个就是抽签的地方。北野天満宮の本殿すごい立派だな。
然后那边有卖各式各样的玉手，然后前面有放那个签筒，这边有放签筒，可以抽签。然后北野天满宫的话呢，就是也有很多动物造型的签，就是可以去那边看看，那边有很多动物造型的签。北野天满宮でしたら、の動物の形のおみくじもたくさん販売してるので、そこで買ったらいい。やっぱり学問の神様なので学生さんがすごい多いです。那因为是学问之神，所以就是负责所以就是来祈求学业的学生会很多，然后有时候就是学生的毕业旅行或是休学旅行什么的也都会来这边。なんか時々学生さんの卒業旅行や修学旅行もよくここに来るみたいです。はい。すごい綺麗。好。那如果就是你是大概三月中旬左右来到京都的话，想要看早开的樱花的话，北野天满宫现在樱花跟梅花两种都有开了。はい、北野天満宮でしたら、早咲きの桜とあと今梅は満開です。もし3月中旬ぐらい京都に来はったら北野天満宮はいいかもしれないんですね。はい。じゃあね。